眼科医の平松です。今日はあなたの効き目チェックについてお話ししようと思います。効き手ってあるじゃないですか。私右利きですね。で足も右足が利き足なわけですけど、あなたも手の場合は、右利き左利きってわかると思うんですよ。で足に関して言うと分かってない人もいるかもしれないですけど、なんとなくわかると思うんですよ。で目に関しても利き目とそうじゃない目って必ずあるんですね。であなたの利き目はどっちでしょうかっていうのを知っておくってことです。で今日の動画を見ていただけると自分の効き目がどっちか分かりますし、それに基づいてメガネやコンタクトを合わせるときにも便利になるし、カメラで撮影するであるとか、自分がどういうふうにものを見た方がいいかっていうのの参考になるので、ぜひぜひ自分の効き目っていうのを知っていただければと思います。じゃあ効き目ってそもそも何っていうと、右目と左目で人間見てるんですけど、まっすぐ目って向いてるように思うじゃないですか。でも実際眼球の形ってちょっと外向いてるわけで、こんな感じで真ん中じゃなくてちょっとこんな感じになってるわけですよね。となるとどっちかを優位、つまり強めに使っていて、もう片方がサポートとして働いて物を立体的に見るんですよ。つまりまっすぐ真ん中を見る、そういう動物もいますよね。そういう動物の場合ってどうしても、距離感がつかみにくいとかっていうところがあるわけですよ。で一方でちょっと離れてあげると、そうすると距離感がつかみやすいですね。逆にお魚とかみたいに横に目がついてると視野は広いけれども、どのぐらいの距離かっていうのはわからないっていうところがあるわけですね。で現実私たちはこういうふうに目がついていて、片方がまっすぐ、片方がちょっとずれて、立体的に見ていると。じゃあっていうと、それをこんな感じですね。腕をですね、こう組むといいますか、こう輪っか状にしていただきたいですね。こんな感じの輪っかです。この輪っかで、この中から遠くにあるものを何かこう見てほしいんです。例えばリンゴとかなんかを見ていただいて、例えば私の顔にこうやって輪っか当てるじゃないですか。で、両方の目で見たとき、普通にこう輪っかの中に私の顔が収まるわけですよね。次に、左目を閉じて右目で見るんですよ、私の顔。で、右目を閉じて左目で見るんですよ、私の顔。っていう風にしていただく。私の顔だとちょっとスマホだと近いと思うんで、遠目のものにしていただくと良いと思いますね。で、すると、利き目、例えばね、私の利き目が右なんですけども、右だと、こうやって見てると、例えばカメラのレンズで普通に見えて、右目で見ると、ちょっとずれるんですよ、レンズの位置が。ちょっとずれるんですけど、この枠内には収まるんですよ。で、右目を閉じると、もう、バコって感じでこう動いちゃうんですよね。だから場合によってこの輪っかから外れるぐらいに動いてしまうっていうことがあります。つまりすごく動く方っていうのは、うまく使ってなくて、どちらかというともう立体的に見るような機能のサポートとして使ってるだけっていうことになります。で、分かりにくい場合っていう方もいらっしゃると思うので、いくつかの場所で試していただけると、この立体に見える機能と、あとは効き目がどっちなのかっていうのが分かりやすいかなと思います。じゃあこれは何の役に立つのかっていうと、例えば鉄砲とかクレー射撃とかそういうのをやれる方はそっちの効き目で見た方がいいとか、あとは例えばこう片目で見るような場面であるとか、あとはそうですね、ゴルフとかの時は見る場合効き目で見た方がいい時があるとかっていう風に、より鮮明ではっきりと見たい場合は効き目を使われた方がいいです。また将来とかですね、コンタクトとか使われる場合、右目と左目の度をわざと変える人っていうのもいるんですよ。これどういう方法かっていうと、モノビジョンっていう方法なんですけど、モノっていうのは1ってことなんですけど、ビジョンっていうのは見るって意味ですね。つまり右目で遠く見て、左目で近く見るみたいにコンタクトを合わせるんですよ。そうしてあげると、老眼鏡なしで遠くも近くもコンタクトををつけることで見えちゃうよねっていう方法があるんですね。でその場合、一般的には遠くを見えるのをいわゆるこう効き目の方でして、手元を見えるのを効き目じゃない方にするっていう風に、便利な方法もありますので、よくメガネ屋さんとかコンタクト屋さんで、強めにしないでくださいとかっていう風に言いますけど、両方弱めにするって方法以外に、片方は強めで片方はちょい弱くするみたいな方法もあるんですよ。ちょっとそれは作る現場での相談になりますけども、そんな方法もあると思っていただければと思います。今日はあなたの効き目をチェックする方法をお話ししました。こんな感じで、チェック法とか、治療法とか、近視とか緑内障の話とかいろいろアップしてるので、よろしければチャンネル登録お願いします。